どうも、柳妻ゴルフ TV プロゴルファーの柳妻です、今回もですね、海外プロの特徴を真似してみるシリーズですね、今回はですね、僕も多分こうスイングの感じでは多分ダントツ好きなローリー・マキロイ選手をちょっと、でもちょっとね、僕もローリー・マキロイ選手の真似ってどこを真似していいかイメージが全くつかないんだけど、特徴的なのは個人的には結構右足をよく見てまして、結構レッスンでも使うんですけど、右足がそれこそ以前シェフラーでもそうだったんですけど、結構足が出ちゃう方、こう使うよね。そうです、後ろ側に蹴りながら使うんで、ちょっとシェフラーと似てるところもあるんですけど、やっぱ縦の力っていうのをすごい使ってるので、こういう感覚になるんですね。打った後に両足がもう膝がピンってして、で先端を走らせるっていうイメージになります。全然ピンとこない。でもあとあの人ってなんか異常に体柔らかくない？柔らかいです、柔らかいです。肩甲骨あたりすごい柔らかい。すごいよね、こうムキムキなのね、はい、なんかここの辺のねじれもすごいから、確かにかっこいいスイングだなと思うけど真似しようとは思わない。どうやってやるの今、ごめん。でまずテイクバックの時にちょっと上げていただいていいですか、ここでちょっと骨盤前傾が入りながら、ゆっくりトップまで行っていただいて、で骨盤のローテーションがすごい少ないので、後ろに下がるんですけど、ほぼここで止まっている状態です。右膝もちょっと曲がっている状態です、そうです。こういう動きですね、でそれこそ柔軟性があるんで、肩が若干起き上がりながらでもすごい上半身回していくんですね、こんなイメージですね、で切り返しからなんですけど、まずちょっと骨盤前傾しながら下がちょっと下にしゃがんでいく動きがあります、ので膝もちょっと曲げていただいて、そうで、この時にクラブもこの辺りまで来てて、でここから右足が膝が後ろに伸びながらジャンプしていきて、そうです、こう、そうです、そうです、こんなイメージです。できない。マキロイの一番やりたい動きとしては右足なんですけど、少し右膝を伸ばしながら体をターンしていく。確かにこういうフォローするのイメージすごい強いよね、はい、そこでスピードを出して、あの人も結構後ろにペッチンって滑っちゃうことよくあるよね、右足がね、はい。昔その彼が子供の頃から一番やった練習ってなんかすごいショートテイクバックからフルスイングをさせられてたっていうのを聞いて、はい、この辺からだよね、この辺からこう、なるほど、力を出していく、はい、スイングをするのをなんかすごい子供の頃とにかく一番やったっていうのを読んだことがあって、そうするとやっぱり結局上がさ動かせないからさ、はい、下を使っていくしかないじゃん。そうですね、そうですね、多分それで形成されたスイングなんだろうなとは思うんですよ。そうですね、もうすっげえマキロイのつもりで打ったんだけど全然違うんだろうね、どうせ。怒られるよね、多分ファンの人に。世界1、世界2はさ、右足をやっぱ後ろにこうやって使ってるの？そうです。でも基本みんなそうです、やっぱり。ああ、まあまあね、はい、そうだよね、程度が大きいですね。こういう人はいないもんね。いないですね、まず2人とも共通しているのはやっぱ足が、僕が見てていつも思うのは少しクローズだなって感じるんですよ、はい、2人とも、若干ね。全然当たんない。足の使い方が本当に一流ですね、マキロイは。まあでも腕とかクラブとかね、意識はしたことある人は多いでしょうけど、やっぱ足の意識を持ってで練習したことある人ってあんまりいないと思うよ ね、はい、どうしても早く振ろうと思うとこうやりがちなんだけど、そうです、ね、これだとヘッドが加速できない気がして、はい、やっぱこう使った方が引っ張り合えるっていうか、はい、インパクトの力出せるよね。はい、そうです、そうです。これでもちょっと俺コースでやる自信ないな、マキロイ。そうです。今の感じだとなんか特徴がよくわからない。でも確かに この感じはわかるな、こういう感じね。これでも無理だわ、硬すぎて体が。だってフィニッシュが結構ピタッと止まるのもそれが影響してますね。右足が動かないんで。そうです、そうです、左に乗ってるってことね、しっかりね、はい、こうじゃないもんね。そうです、そうです。逃がさない。あの人はこうずっと踏んでるよね。ずっと踏んでますね。でもさ、タイガー・ウッズがあれで膝壊したでしょ、はい、でマキロイは壊さないってことは、やっぱここの柔軟性がすごく凄まじいのかな、足首。あとはちょっと乗り方が違って、タイガーの方は結構骨盤がこうスライドしていくタイプ、うんうん、でマキロイはどちらで膝もちょっと開きながら
動くんで、あ、じゃあどっちかというと今の動きに合って、今風なんだね、はい、なるほど。特に最近はそうですね。昔は、まあ、変えてきたんだね、止めてましたけど、昔はちょっと今までの選手の中で一番僕の中で特徴がつかみきれてないのがマキルイ選手なんで、できるかどうかわかんないですけど、ちょっと打ってみましょう。はい、はい、ということでですね、東京クラシッククラブ2番ホールでですね、以前シェフラー選手やったようにちょっと右足の蹴り、はい、今度はだからどっちかというと蹴っていく方だよね。そうです、伸ばす方、伸ばす方だよね、はい、シェフラー選手の場合はちょっとこう後ろに ずらすというか、ずらす感じ で今度蹴って伸ばしていくっていうのを意識してちょっとやってみましょう、はい、誰もが憧れるスイングだよね。そうですね、みんな真似しますよね。ちょっとイメージ先行していきますよ。もう自分の中で超マキロなんだけど意外と普通ですかっこいい矢野さんって感じです。ただフィニッシュが長かっただけって話じゃないこんなもんですよコースでやろうとしたら感覚はもうびっくりするぐらいやんないと変わらないと思います。それ何やってんの？マキロ。いや完全コーノだけど本当ですか？あ、でもいつものあなたじゃないわ。本当ですか？うん、お、飛んでるフィニッシュをかっこよく止めなきゃっていうイメージがあるよね。そうローリー・マキロイ選手って言ったらビタ止まりするフィニッシュだよ ね、はい、ちょっとバンカーに入ってしまって60ヤードぐらいのバンカーなんで、マキロイ選手を意識するのはほぼ不可能。自分なりに打ちますですね、珍しいっつうかエクスプロージョンしたらうまく当たっちゃったあのね、人のスイングを真似しようと思って意識しながらあんな中途半端なバンカーショットはできないマキロイの後特徴的な部分がやっぱ肩の動きで、顎の下に肩をグッと入れてくる感じがなんかちょっと窮屈そうな感じがあるんですけど、あ、確かにその右肩似てるちょっと再現してみますこういうあ、そう、似てる似てるあ、似てる、超似てるちょっと飛びすぎちゃいました。当初のお前右足じゃねえじゃねえかよダウンスイングで右肩と顔の傾きじゃねえかよ。こうやって人のスイングを意識しながらやるとですね、見ての通りこの距離感が全く出なくなるというね。まあ僕の場合ちょっと少しハーフトップしたんですけど、マキロイってこういうイメージだよね。こう、そうです、そうです、頭のこうで胸がすごい。シェフラーもそうじゃない？こうじゃない？そういう感じやりますか？こういうイメージだよね。今マキロイじゃないです、自分です今誰今自分ですOK、はい、ということでですね、今回はローリー・マキロイ選手を右足ですかね、はい、同じように意識してやったんですけど、まあ多分ローリー・マキロイ選手ファンの人からしたらふざけんねっていう企画だと思うんですけどまあまあ、でもあとやりながら思ったのはやっぱり前回のシェフラー選手もそうなんですけど、やっぱ2人ともね、なんか見れば見るほどダウンスイングで体が開かないよね。うん、そうですね。足をこう蹴ってこう伸ばしていく動きもそうだし、これ前出さないね、でシェフラー選手のこういう動きもそうなんだけど、やっぱりダウンスイングでここをなるべく一回こう閉じて力んでくるっていう、そういう動きをまあやってるんだな、まあ多分無意識だと思うんだけど、すごい感じたんで、やっぱり強くしっかり球を立てていくっていう意味ではすごくやっぱ参考になるスイングだなと、真似できないですけど思いました。はい、
今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どん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 、コメント欄にですねやってほしいことを、書いていただければ、もう随時いろんなことにトライしていきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録とですね通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。